はい、皆さんこんにちは。 Amazon のスマイルセール季節先取りというのが本日9時からスタートしていまして、で、Apple 製品もなんかねフライングで日付変わったあたりから出ちゃったりもしていたんですけども、今日の Apple 製品とそして関連製品の周辺機器についてはできるだけ現物をお見せしながらおすすめを紹介していきたいと思います。はい、ということで先にねキャンペーンの方も紹介したいと思います。先日 X とか YouTube のコミュニティタブで紹介していた Kindle の Unlimited ですけどね、これが2ヶ月間99円付き合ったりの価格で試せるってことで、まあ198円で2ヶ月ということなんですけど、まあ2ヶ月もあれば自分で合うかどうか十分試せますからね、まあ、ただこれユーザー個別提案のキャンペーンのようなので表示される内容はちょっと人によって変わってくるみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてアップル製品の方がタイムセールと普通のセールと混在してますけど結構激安になっています。はい、まずはね、アップルウォッチシリーズ8のセルラーモデル 45mm のゴールドステンレスのものが 66,300円、なんと 41.2% オフということで、まあこれは前のモデルですけどね、まあアマゾンが底値ですけども、ポイントをね最大つく方は3647ですから、実質 62,653円ってことで 44.5% もお得になるんですね。これはね結構いいと思いますね。シリーズ8でかなりもうね完成していた感もありますからね。まあシリーズ10っていうのが、まあ、9月に入ったら出るとは思われるんですけども、シリーズ9との差っていうと最大輝度がね1000ニットで9は2000ニットあるっていうの違いとかですね、あとはですねチップの方が、まあ、S8 という一つ前のモデルですけど、まあ使っていて不快なものではないですからね、十分快適です。あとはねストレージが容量が 32GB と最新のシリーズ9は64あるんで、まあそのあたりに違いがあるというところですね。まあ、あとはシリーズ9にあるダブルタップっていう新しいジェスチャー操作が8ではできないっていうのはありますけど、まあこれなくてもそんなに困んないっていうのは実感としてはありますかね。はい、そして iPad Pro の一つ前のモデル、こちら 12.9 インチのセルラーモデル 512GB が 171,800円となんと 29.8% オフで Amazon 底値だったんですけど、これ残念ながらあっという間になくなってしまいましたね。資料作ってる間になくなっちゃったという。でこれ今ね音を入れている時点ではまだあった11インチの方ですね、こちら 2TB のセルラーモデルが 233,000円ということで、これが 28.3% オフなんですよね。ポイント込みだと 32% お得という風になるんで、まあ、それだと Amazon が他のお店と比べても底値のようなんで、これはねなかなかいいんじゃないでしょうか。ただまあ残り数点って書いてたんで、もしかしたらなくなってるかもしれません。で 12.9 インチの方はこれパーセント若干落ちてしまいますけども、 256GB のセルラーモデルのシルバーが 197,000円ということ で、これは 7% オフなんであんまりお得ではないんですけども、ポイントが最大 19,100 つきますからね、そうするとまあ実質 186,090 ということで 12.5% お得という感じで、まあ Amazon が底値とはなっております。はい、そしてあとはね AirPods Max、 こちらが 13.7% オフの 73,200円ということで、まあ、ポイントが最大4026つきますんで、実質 69,714円ということで 18.4% お得です。で Amazon はまあほぼ底値という感じになっていますね。近いお値段のお店がありますが、クレジットカード払いではないです。そしてまあ整備済み製品は確認しましたがないみたいでしたね。まあ、ただし新しい製品が USB-C ポートに変わったものが9月に出るんじゃないかという噂が出ている製品です。はい、そしてこれはまあタイムセールっていうんじゃないんですけどね、割引率がなんと 44.2% とものすごい安くなっている Apple USB-C ライトニングアダプターですね。昨年の今頃出ていますけども、まあ、このねこの値段だったら超おすすめでね、今年初めて USB-C の iPhone を購入する予定の方にはねいいんじゃないかと思います。これね、まあ、出た時はねなんだかね4780円もするし高いなと思ったんですけどね、このライトニングのメスからUSB-C のオスに変えてくれるということで、
まあこのね、iPhone が USB-C ポート化に伴ってライトニングアクセサリーを無駄にしないためのものという感じでですね、私の場合も結構ねライトニングアクセサリー持ってましてね、こういったマイクであるとか、あとはこれテレビチューナーだったりするんですけどね、災害時に備えて持っているもの、まあ、このあたりね、まあ、お値段も結構するのでね、まあそのまま使えるということが確認できたんで、私自身は満足な結果となりましてね、まあシンプルにね、このね USB-C2 ライトニングの充電ケーブルなんかでもね使えますからね。まあなんでね、 iPhone がこのね、まあ、2台持ちとかでライトニング機種と USB-C 機種が混在する場合にはですね、まあ、このアダプター使えば同じケーブルで使うことができたりしますよね。まあ、そのあたりね、予想以上に便利な製品でしたね。まあ、一応ね、カープレイなんかも接続して試しましたけど、使えましたし、あとはね、こちら、充電についても、このように、もともとあったね、USB-C2 ライトニングケーブルっていうのあるじゃないですか。で、これでまあ、大体ね、iPhone の方で、16から17ワットぐらい前後出ていたんで、まあまあまあという感じの数値ですね。で、こちら、電源アダプターの方を 35W に差し替えまして、その先、MacBook Air の方にね、つないでみたんですけど、まあ、この場合、だいたい 24W ぐらい出ていましたから、まあ、だいたい上限はそのぐらいなのかなという感じではありましたけども、まあ、24W あれば、iPhone とか iPad では十分使える出力ではありますよね。あとはね、このね、ライトニングタイプのイヤーポッツ、有線のイヤホンですけどね、これを Mac の方につないで試してみたところ、これがね、大体ね、ロスレスの方の再生ができるというね、まあ感じのにはなっていたんで、まあ、データ転送については iPhone 15 Pro Max とかの場合には残念ながらね、早いポートの特性を活かせられないという、まあライトニングの USB2.0 相当になっちゃいますけども、まあ、これからね iPhone 16 シリーズとか買う予定の方は、まあ、USB-C じゃないこのライトニングのケーブルなんか活かせるというねところで、まあ、イヤホンも活かせたりできるんでね、まあ、このアダプター定価だとどうかなと思ったんですけど、セール価格だったらそういう方にお勧めできるものとなっています。はい、そして Apple グループブランドの Beats も出ています。これがなんと 25.9% オフの 36,891円ってことで、これポイントアップが最大1,659つく人はですね、実質 35,232円、まあ、過去に最も底値だった時よりはちょこっとだけね上にはなっていますけど、ただ今現在だと Amazon が他のお店と比べても底値を示しているという感じです。でこれはね、私使い始めて1年弱になりますけどね、とっても気に入っている製品ですよね。なんといってもこの電源ボタンがこう物理ボタンだったりするんで、変にね誤作動とかしないのがいいですよね。各種操作も物理ボタンとなっています。であとはまあ USB-C での充電ができてですね、まあ、オーバーイヤーなんで、まあ、耳への負担のかかんないすっぽり包んでくるデザインですよね。そしてノイズキャンセリングもとてもよく効きます。で有線接続も付属のケーブルで可能となっておりまして、あとはまあなんといってもファッション性ですよね。まあ、ビーツのおしゃれ感というのがうまくね首に引っ掛けてもよし、キャップと組み合わせてもよしという感じになっています。はい、そしてビーツのね今年出たばかりの新製品、ビーツソロパッツというのが14,000円ってことで 18.7% オフになってますね。こちらポイントを入れると 23.2% お得になっています。 Amazon が底値という形ですね。でこれはね発想がね非常に面白い製品で、こういったまあ AirPods とかね他のビーツのイヤホンと比べても圧倒的にケースが小さいんですよね。なぜならケース自体にバッテリーが内蔵されてないっていうことでね、まあ、でも本体が18時間持ちますんで、そういう発想の転換をした面白い製品なんですよね。これね結構お値段も安いし、1万円だったらおすすめできると思います。はい、そして現行モデルビーツスタジオバッツプラス、こちらが 17,980円、なんと 27.5% オフなんですけど、アマゾンがほぼ底値となっていますね。こちらポイントを入れるともうね完全底値という感じで 31.5% お得となっています。で一つ前のモデルプラスなしのものも 15,400円の 29.4% オフで出ていますけど、ただまあこれどうせ買うんだったらですねプラスの方がいいのかなと思います。まあ、今回ね黒が一番お安いみたいですけど、私が使ってるのはこのね半透明のやつなんですけども、まあ、これねあのプラスの方のがノイズキャンセリングが 1.6 倍になったりとかね、外音モードも音が良くなったりとかしているんでね、まあ、あとはプラスから石鹸が変わってねこの5タッチがなくなったりもしていますね。音量調整ができたりするボタンです。まあ、そんなんで私はプラスの方をおすすめしますけども、
現時点での AirPods とか Beats のイヤホンの比較表はこんな感じなんで、一時停止してみてください。まあ、AirPods については9月に新製品が出ると噂されております。はい、そしてまあそれ以外はね、 iPad が出ていたりしましたけど、これはもうね、ホームボタンのやつ廃盤になったやつですけど、これはちょっとね、縦の方が安いんでおすすめはできないですね。まあ整備済み製品の方が安かったりしますし、あと iPad Air も前のモデル出ていましたけど、これも同じく他で買った方が安いという感じだったんでおすすめはしません。はい、そして Apple 製品の関連周辺機器、アンカーも出ていたんで、ここ1年で購入してとても良かったものを3つほど実物をお見せしながら紹介したいと思います。でまずはね、こちらアンカーマグ5マグネティックチャージングステーション 8-in-1 ってやつですけど、 G2 対応の、まあ、このステーションなんですけどね、これが 20% オフの7990円になってます。2月だったか3月に購入して今大活躍しています。私はね、9990円で買ってますけども、まあ、このねパソコン机の右端に配置しております。まあ大体ね、このね、ホームポッドミニとはこんなような大きさ関係ですけども、まあ、G2 のワイヤレス充電がこのようにできるということで、でスタンバイモードも対応しています。で裏側が電源タップ兼こちら USB 充電器で、これね C のところは最大67W出るんですよね、単ポート使いだと。そして2ポート使いの場合には USB-C は合計最大 65W で、まあ、こんなようなね組み合わせになります。はい、そして3ポート使いの場合には USB-C2 機と A が1機とかで使うと合計最大 62W ということで、まあこのような感じで、まあ真ん中がまあ 12W になるという感じですかね。で例えばね、 MacBook Pro の14インチ M3 Max のだとがっつりと1ポート単ポート使いだと 67W 出ていますよね。でここのね AC のところの間隔がかなり広いので、例えばねこれ Apple 純正の 20W の充電器って結構ね干渉しがちなやつが、これね土偶のように3つ入ったりするんですね。はい、そしてまあ MacBook 系の Apple 純正のでかいやつとかね、こういった感じの組み合わせも使えたりします。いや本当ね、多目的でおすすめできる製品です。はい、でこちらのアンカーのモバイルバッテリー、パワーバンク1万ミリアンペアは 30W というやつ、この画面付きのやつが 20% オフの4790円ですね。これはもうね、本当にここ1年ちょっとですけど大活躍している製品となっています。でこちら綺麗なディスプレイが内蔵されていて、サイドのボタンを押すとここに残量が表示されたりするんですね。で USB-C は最大 30W 出るので MacBook Air にも使えます。で iPhone とかにつなぐと満充電までの時間が表示されたり、あとはこうやって小型なんで重ねて持つこともできたりするん で、まあなんといってもね、マグネット式じゃなくて有線ですからね、例えば 14 Pro で30分で 59% 充電できたりします。で1時間で 14 Pro は 83% 充電できたりします。フル充電が1時間37分という感じでですね。でこっちのモバイルバッテリーの方の残量の方も 51% ほど残っていましたから、まあ大体まあ多くの iPhone で2回分といったところでしょうかね。で最大 30W 出ますからね、 M2 の MacBook Air の13インチなんかでもこれ測ると 28.8W とか出ているんですよね。で計測した時にはですね、1時間12分ぐらいでモバイルバッテリーゼロになりましたけどね、 MacBook Air の M2 の13インチで 57% 分ぐらい充電ができていたという感じでしたかね。はい、そしてアンカーの耐塑性系の入門機、こちらが 22% オフ、もともと安いものが2090円になっています。でこれはねお値段だけでなくサイズ感もコンパクトとなっていまして、このウィジングスのと比べるとだいぶね小さいんですよね、邪魔にならないです。そして専用のアプリを入れて使うことになりますけど、基本的にはこのね Bluetooth での接続なんですよね。でこれ設定終わってこのように乗りますと、自動的に測ったものがこのアプリの方に、飛ばされるわけですね。で測定は12項目ぐらいですね。でまあこれ体重と、まあ、体組成体脂肪率なんかが出てくるんで、まあこういった乗るだけ系の体組成系の中ではかなりねお安くて、最低限ねしっかりと BMI とか体脂肪率なんか出ますからね、これ体重の管理にねとってもいいね、ダイエット始めるときにぴったりなんじゃないでしょうかね。でしかもねこれ充電式じゃなくて乾電池式なんで意外と持ちますし、そしてアップルのヘルスケアなんかにも同期することができるんで、これね設定をすれば、飛ばすことができます。
で、メンバーも最大16人まで登録できて、同じ iPhone の中で、ね、メンバーを追加することもできますし、家族の別の iPhone に設定することもできたりするんでね、そのあたりの住み分けも可能となっています。体組成系の入門機としてはね、おすすめできるものとなっております。はい、そしてお約束ですが、Amazon デバイスも安くなってるんで紹介しておきたいと思います。セールの定番ですけども、Fire TV Stick 4K Max の最新版第2世代が 30% オフの6980円です。うちにあるのはね、1世代前のなんですけども、このね、Max というのが出て以降かなり良くなったんで、こちらね、紹介したいと思います。で、この Fire TV 関係も出だしの頃はね、安かろ悪かろ感もあったんですけどね、もうこの MAX になってからね、非常にね、サクサク動いて Wi-Fi 6にも対応していますしね。あとはですね、Apple TV ではないアプリとかもね、あったりするんですよね。で、Apple TV Plus もね、アプリあったりするんでね、画質も結構 4K いいですし、そんなんでね、外部出力も、サードパーティーのアプリ使えばできたりするんで、意外とね、Apple TV いらずな感じになりつつはありますかね。はい、ということで Amazon スマイルセール季節先取りですけども、9月4日までということでね、 Apple 製品もあってなんだかフライングで安くなってましたけども、周辺機器も割引率高めなんでね、ぜひチェックしてみてくださいませ。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。